どうもこんにちは。じゃあ、はい、久しぶりの久しぶりの大枠さんですね。最近呼んでくれないかな俺言われるかなと思ったんですよ言われる。いやでも大枠さんにドッキリ仕掛けてもなるかなと思って、放送できないぐらいな、あのガチで怒っちゃうから、そうガチで怒っちゃうからやべえなーと思って、まあ正直ビビってましたねということで本日は、大枠さんをお呼びしてですね、いろんな企画をやっていきたいと思います。はい、今日はですね、まあ、Twitter で動画の企画を募集したところ、大枠さんにプロテストをやってほしい、なるほどっていうのを聞いて、もう何年も前の話だからな。そうですね、まあでも初心に戻るのもいいんじゃないですか、ね、今日はアマチュアでプロテスト今日が受けるっていうぐらいの、ね、気持ちで、これから頑張る、これから緊張して入んなくなるかもしれない。まあ僕はもう普段から大枠さんのダーツ見てるんで、なんか結果がなんかどんなものかっていうのなんとなく分かったけど、分かんない、下手したら落ちるかもしれないよ分かんないかもしれないということで、大枠さん、ジャパンのプロテスト、改めてちょっと受けてもらおうという動画を撮っていきたいと思います。頑張るぞあれ今日余裕じゃないですか余裕じゃない余裕で浮かんなかったらちょっと恥ずかしいじゃんまあ難しいからね、まあまあまあブンブンシュートアウトですね。5500点。いきなり20入りそうだな、これ。出た好きなもんはみんななくなっちゃうはい、パーフェクト、ナイスボス。2回ずつ。
回目ごめんなし。はい、はい、2回目のアレンジです。アレンジ。綺麗にはいかねえだろうな。緊張の やったこれ38カメラ一番邪魔っすそれだカメラそれなんだよちなみになんですけど、カメラここにこうやってあるんで、19W 超見えないですから、ね、萎縮したら今、OK ちゃったもん。いや、これは 19W ちょっと狙いにくいですよ。はい、ふもとくん、じゃあやり直し、仕切り直してる。なんで19いったかっていうと、あの狙うの邪魔だからです。ただそれだけ。わかんねえよ、また1号しか入んなくなるかもしんないから。鬼門ですね。クリケットカウントアップ。それね、まあでもな、いつもやってるからね。いつ1000点出すつもり投げないでしょ。クリケットカウントアップで1000点とか一生無理な気がする。先出ない。あ、これやった、やったよ、これ。はい、まだまだ
まだ間に合ってる、大丈夫、まだ起きてない。貯金セブンカウントを貯金していかないと。さあ、言ってるかな？言ってるかな、これ言ってるかな？はい、はい、合格はい、はい、取れたかなしなんか、あれですよね、なんかめちゃめちゃバチってるわけでもないし、なんか普通に終わった普通にさらっと終わりました。え、クリケットカウントアップ最高何点ですか？クリカンは1127。1127って出せるんですか？7.5 以上ってこと。7.5 はい、ということで、はい、改めて、プロテスト大脇さんに受けてもらった結果、70ワミスですね。はい、はい、あれが勝てないところ。いや、70の方が自己ですね。なんかクリケットカウントアップの方が全然難しいイメージだったんですけど、クリカンは初回ミスしても巻き返せるけど、はい、0-1 は厳しいよね。ああ、ずっとそうある程度打ち続けないと。決まったラウンド数の中で点数減らさなきゃいけないから、最初ミスったら結構厳しくなってくるんです。ということで、これであなたもジャパンプロです。イエイはい、ということで本日の動画は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。またご視聴よろしくお願いします。それでは、バイバイ。